行行。行行、教行,行、みゆきとは、天皇が外出することである。目的地が複数ある場合は特に巡行という。また、みゆき、ご行、義与行、みゆきという場合もあるが、これは、上皇、法皇、女院に対しても使う。皇后、皇太后、皇太子、皇太子妃の外出を行刑、純刑といい、行行と合わせて、行行刑。 巡航系という。単に、行皇系といった場合は、天皇と皇后が一緒に外出することを指す場合が多い。行系した皇族が、外出先から帰ることを観行関係、観光系,系という。これら以外の皇族の外出は、おなり、おなり、おなりをした皇族が、外出先から帰ることを合機関という。ただし、奈良時代などには、 神宮皇后の伊勢行行のように行形を行行という場合もあった。また、奈良時代などには行行の際に宿泊するところを安宮、安宮、仮宮という行行に際し、地名や社名がつく場合がある。特に目的地を持った行行には地名がつくことがある。例えば、住吉大社に行行する場合は、住吉行行などと呼ばれる。 また、鎌倉時代の書物の中には、倉間美幸などの表記も伺うことができる。江戸時代に入ると、慶安4年2月25日、1651年4月15日のご光明天皇による、長金行行以後、文久3年3月11日、1863年4月28日の孔明天皇による、上賀茂神社。 下鴨神社行行まで行行は行われなかった。ただし、火災等による御所移動時の行行は除く。また、天保八年1837年には、江戸幕府との合意によって、任公天皇による長勤行行が計画されていたが、対象となる広角上皇の病気と崩御死去によって実現されなかった。明治の東京行行は行行という言葉を使い、 その形態を装っているが、実質的な東京テントという意味で用いられる。現在、区内庁法他に用いられる、法令用語でもある、独立行政法人国立印刷局が発行する、官報には、天皇、皇后の行行形があった場合、下記の項目が掲載される。具体的には、下記の例のように掲載される、史跡名称天然記念物保存法により、 史跡に指定されていた明治天皇の安在所等の成績は1948年昭和23年6月29日付昭和23年文部省国時代64号によって一斉に指定解除された。同国時官報6435号書斎には指定解除物件の一覧がある。天皇は 毎年開催される以下の行事には皇后を同伴して出席するため4大行貢献と言われる。この時には当該行事に出席するだけでなく天皇皇后の希望により地域の高齢者福祉施設、障害者福祉施設の視察、訪問を計画に入れるのが慣例になっている。天平15年743年に聖武天皇が 国宮から、しがらき宮に行行した際に5位以上が28名、6位以下が2370名随行。当時の用語では、倍重と呼ぶしたと記されている、俗に本記、天平15年4月通上ほか、また他の奈良時代から、平安時代にかけての他の行行でも1000名以上の随行が確認できる行行が、複数確認できるため、天皇の行行となると、 その千名もしくは二千名クラスでの倍重者、発生したと考えられる。行行に際しては、律令官人は天皇に随従する、倍重と給ュを俊護する、留守を務めるものとされ、特に前者は、功労として、以下の授与が与えられる場合があった。また、公式礼には、中国の霊に習って、天皇の行行時には、皇太子が韓国を務めて、 留守を守ることを前提とした条文が存在しているが、司書で確認できる行行では、皇太子が売住している事例がほとんど、皇親や犠牲官が留守官に任じられて、天皇の留守中の旧都の管理を行っていた。現在、平成以降の行行刑は、天皇皇后の二人で行う行行刑が原則である。国内の行行は、金曜日から月曜日、土曜日から、 火曜日の3泊4日で一つの道府県を訪問するように計画される。行行計においては、区内庁の総務課長が行行事務官として責任者となる。そのため総務課長は、警察庁からの出向者が務める。行行計に使用する交通機関は、航空機は民間の航空会社の特別機、新幹線も特別車となる。見送りには、首相、区内庁次長、 警視総監が出席する。1994年2月の小笠原行行計では、現地に飛行場がなく、船舶では時間がかかるため、海上自衛隊の US-1A 飛行艇が使用された。行行には以下のものが随行する。これらを、不部車という、訪問先では、訪問地の知事と市長が不部車に加わる。行行先での天皇、皇后の車両は、 以下のような編成となる。災害被災地の行行計では、戦具車、五両車、マイクロバス、公営車の三台のみとなり、五両車になるマイクロバスに具部車も同乗する。白バイの護衛はなく、地元の知事や警察本部長は、災害救援優先のために追従しない。その他、各地の、三雪通りのように行行にちなむ名を随所に見ることが、できる。 台湾総督府は1923年、大正12年に、皇太子時代の昭和天皇が台湾を行計した、際に一戦五輪と三戦の記念切手二種を発行している。切手の発行権限は、低新章、現在の日本郵政にあったため、形式的には、日本国内全域で使える切手であったが、発売されたのは、東京中央郵便局及び、 台湾総督府館内の郵便局でのみであった。描かれていたのは台湾一の広報であり、当時日本一高い山であった新高山、現在名玉山である。なお、この切手は行警日初日の4月9日に発行予定であったが、4月1日に北白川の宮重久王が自動車事故で公居したため、行警が延期され発行も延期になった。そのため切手は、 行刑が行われた4月16日に発行された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。